ラオスイワネズミはネズミ目ディアトミスカに属する月詩類の一種。ラオス中部のカムムアン県に生息し、現地での呼び名からカニョウとも言われている。2005年に初めて原生種が発見された。大きなドブネズミに似ているが、リスのような毛深く太い尾を持っている。頭蓋骨が極めて独特で、これは他のすべての原生哺乳類から区別できる特徴となっている。 2005年にロンドン自然史博物館のポーリナジェンキンスらが初めて記載した種であるが彼女たちはこの動物が原生のどの月種類とも似ていないと考え進化レイオナスティーデイを設立した。翌年メアリー・ドーソンらはこのラオスイワネズミの分類についてラオスイワネズミは1100万年前に絶滅したと考えられてきた化石分類群のダイアターマイデイ化に属している。 つまり、ラザロ分類群であるとの反論を提出した。ラオスイワネズミが発見された際には、ジェンキンスラは、それが、全く新しいトガに当たると考えた。原生哺乳類除く内の新種ならば、リーフマンティックやサオラのように周期的に発見される。これに比べて、全くの進化となるとかなり珍しい。ラオスイワネズミのレイオナスティーデイカの前に、西側世界で発見されたのは、 1974年のキテブタバナコウモリの発見によるブタバナコウモリ化となる。それ以外で20世紀に発見された進化は限られた専門家だけが独自のトガだと考えている新種ばかりである。すなわち、1918年発見のヨースコウカワイルカ、リポテスベクセライファー、ヨースコウカワイルカカ、リパティデイ、1905年発見のカンガルーハムスター、 1904年発見のゲルディモンキーである。1992年に記載されたキャリウフスキー、エス・マウス・オポッサムはオポッサム化に属しているが独自のトガと考えることもある。これ以外すべての原生生物を含む哺乳類のトガは19世紀までに発見されている。ジェンキンスはラオスイワネズミの標本を月シ類の化石と比較していなかった。 同村らが比較したところ、すでに記載済みで化石のみが知られていたディアトミスカに所属することが判明した。ディアトミスカは前進予初期から中心予までの一連の化石が知られている。ラオスイワネズミの発見は、化石記録にディアトミスカの動物が見つからない1100万年間もの空白があることを意味するので、同村らはディアトミスカをラザロ分類群であるとした。 同様の長期間を経た、哺乳類のラザロ分類群としては、唯一チロエオポッサムが知られており、これも最も新しくて、中心よの堆積層からしか発見されない、ミクロビオテリウム化に属している。メアリー・ドーソンは、ラオスイワネズミのことを、月詩類のシーラカンスと表現している。この動物の俗名、レイネースッツは、石に住むものという意味で、これは、 石灰岩の周辺にいることにちなむが、同時に発見された国とかけている。種商名 E2 ヒメマスは、謎のネズミという意味で、月種類の中の位置が不明であることを指している。最初の標本は、1996年に竹区の市場で食用として売られていた。田山体は、1998年に村人からとフクロウの吐いたペリットの中にあったものとを手に入れた。 研究者たちは、この遠征で、さらに、まだ科学界が知らなかった、月種類2種と食虫類1種を手に入れたが、月種類は、小耳ネズミ属と、ネズミ赤、食虫類の方は、チビオジムヌラ属というところまでしか同定できなかった。野生動物保護協会の研究者によるラオスの再調査では、さらに他の標本が見つかった。これによって、 この動物はそれまで考えられていたほど稀なものではないらしいということが示唆された。2006年6月13日、フロリダ州立大学の栄誉教授のデビッド・レッドフィールドとタイの野生動物学者ウイトリー・セコンは、ラオスのドイ村でラオスイワネズミの生きた標本を捕獲し、写真と映像に収めたと発表した。ベトナム科学技術アカデミーが発行する。 ジャーナル・オブ・バイオロジーの2012年第1号にグエン・スアン・ダングラにより、この種のベトナムでの初の発見を報じる論文が掲載された。太い重毛を生やした尾があり、ドブネズミに似ている。体長 26cm、尾長 14cm、体重はおよそ 400g。ジェンキンスらは、顎骨を山嵐様だとしたが、同村らはリース様だとしている。 眼科が穴は大きく、山嵐アモクの頬骨抗菌系と整合する。翼特化は眼科と接続しないため、山嵐様の下詩類とは異なる。ラオスイワネズミはカルスト地形の石灰岩の地域で、中腹の巨石の周囲にのみ現れる。この地域の村人たちには、ありふれた動物で、小妙と呼んで、食用に捕獲している。夜行性だと推定されている。 主に草食性で、葉、草、種子を食べている。昆虫も食べることがあるが、おそらく大量には食べない。メスは一度に個体を産む。とてもおとなしく、さらちを、ゆっくり移動する。足を広げながら、アヒルのようによちよち歩く。開けた面を移動するには向かないが、斜面で足がかりを探すのには向き、大きな岩を這い登るときには、効率的と思われる。アプリン。 K& ルンで D、レイネースツイーに秘めます。IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズ、バージョン2008、インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネーチャー、2009年1月5日、閲覧。複数の種もしくは、亜種の存在を示唆する、遺伝子の解析結果もあるローソン、MR、エルマリボー、CKLI、KC ビアード、 G. メタイズレイネースツアンドザラザロエフェクトインリーセントマーマルズサイエンス311 1456から1458ドイ10.1126サイエンス112 4187ニューピクチャーズオブリビングホッシル b b c h t t p ススララッッシシュュュニースドット b b c ドット c o ドット u k スラッシュにスラッシュハイスラッシュサイエンススラッシュネーチャースラッシュ4884052ドット STM2006 年5月5日閲覧リビングホッシルキャプチャードライブオンビデオフロリダステートユニバーシティ http コロンスラッシュスラッシュ,ュ www.rinr.fsu.etu ス,スラッシュ rockrat スラッシュ2006年6月13日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ vjs.ac.vn スラッシュインデックス php スラッシュ vjbio スラッシュアーティクルスラッシュビュースラッシュ668ありがとうございます